本日は加藤の10五の1451381系ゆったりヤクも6両セットとこちらも同じく加藤の10五の1452381系ゆったりヤクも7両セットを、えー、少々加工しましたのでそちらを紹介していこうと思います。まずは6両セットに入っております黒系こちらはパノラマグリーン車です実車ではスーパーやくも色に変わった黒380の7が製品化されています。 今年の5月にパノラマグリーン車に乗りましたがすごく眺めが良かったですねその時は A 席だったので今度は C 席に乗りたいですね加藤の室内とちょっと変わりましたねプリズム部分に溝が入るようになりましたそれでは加工内容を紹介していきたいと思いますまず一番目立つのが黒380系の運転台ですね運転台周り茶色っぽい部分は確かタミヤのナトーブラウン 床部分灰色っぽい部分は確かタミヤのロイイヤルライトグレーで塗装をしましまたこれは私の塗装加工関係全てに言えることなのですが実写や実写の写真を見てこれっっぽいなっていいななててう色を塗装していますすのででかなり適当ですそれでも意外とそれっぽくはなっていますのであまり色について神経質にならなくてもいいんじゃないかなと思いますねどうせ車内ですしボディーかぶせりゃあまり見えません エアブラシを持っていれば細かく色の調合ができるんでしょうけど私は持っていませんので缶スプレーのパッケージを見てフィーリングでこれだっていうのを選んで塗装を行っております運転手支援システム、カメラ、その他機器箱類はプラ板を切り出しゴム系接着剤で取り付けていますカメラの土台は0 3ミリの銅線を使っていますカメラパーツ、運転席パーツに0 3ミリの穴をピンバイスで開けぶっ刺しています 黒の部分はマスキングテープを黒く塗って貼り付けています。運転士は加藤の運転士車掌を JR 西日本っぽい制服に塗り替えて乗せています。続いて客席部分。床はタミヤのジャーマングレー。座席は運転席の椅子を含めミスターカラーのウッドブラウンを使って塗装した気がします。床部分は濃すぎたのでちょっと微妙です。早速フィーリングの弊害が出ていますが、まあいいです。 枕カバーは白のマスキングテープを小さく切って貼っています続いてボディの裏側です運転席の裏側車掌弁、車掌スイッチ、ブザースイッチあと何かわかりませんが緑色と茶色の箱を取り付けていますサンバイザーは真鍮線と青いクリアファイルを切って作りました接着はすべてゴム系接着剤を使っています続いて屋根です屋根は実車のようなザラザラを再現しています筆先半分ぐらいを切った筆に 溶きパテを少量つけて少しずつ溶きパテを乗せるイメージでトントントン,トンと置いていきます最初はあまりうまくいかないのでジャンク品で練習した方がいいですボディをかぶせるとこんな感じです続いては7両セットに入っている黒381系です基本的に車内は同じような塗り分けですが若干黒380とは違う色になっていますね自分でも何の色を使ったのか覚えていません ただ一つ言えることは、床色が黒380で使った塗料よりも薄いものを使っていて、こっちの方が実車に近いような気がします。乗務員室はタミヤの快緑色で色分けを行っています。あと7両セットの方は乗客を乗せています。人形は YFS 製のものを使っています。パノラマ編成の方にも早く乗せたいところです。屋根は先ほどと同じ手口でザラザラにしてあります。 パノラマ編成よりもこっちのノーマル編成の方がうまくいったと個人的には思っています。実はパノラマ編成よりもノーマル編成の方がだいぶ先に加工を行っていました。上達するどころか、むしろ腕が衰退してしまいました。こちら運転台周りです。運転台部分を緑色で塗っていますが、実車はこんなに濃くないと思われますので、成型色のままで良かったなと今更思っています。先ほどの黒380系同様、 運転士支援システム、カメラ、運転手を取り付けています運転手は YFS 製のものを使っていますボディをかぶせるとこんな感じですカメラと支援システムがよく目立ってくれますお次は7両セットに入っているクモハ381系ですこちら一番の加工ポイントは座席の方向を逆転させたというところですかね無加工だとどうしても最高尾の車両だけ逆方向を向いてしまうということになります 椅子が逆を向いているだけなら、まだそれほど目立たないのですが、乗客を乗せてしまうと、走らせている状態でも逆を向いていることが分かってしまうような気がしたので、えー、非常に面倒な作業ですが、椅子を逆転させました。座席の逆転加工の工程を簡単に紹介します。まず平らにします。ジャンク品などから椅子を切り出します。平らにしたパーツに貼っていきます。 全部貼ります色を塗ります、えー、座席と色分けをしますこの車両は普通車です座席の色はタミヤのダルレッドを使っています枕カバーを貼れば完成です屋根はもちろんザラザラにしてあります運転台周りです黒381系同様運転台を緑色に塗っていますこちらは最高日になりますので運転士支援システムはつけていませんあとカメラなんですが実車の写真を見ると 雲モは黒やクハと違い天井からカメラがぶら下がっているように見えましたのでそちらを再現しました前面ガラスパーツに0.3ミリの穴を開けそこに刺していますボディをかぶせるとこんな感じです次は6両セットに入っているクハ381系です7両セットにもクハが入っていますのでそちらでも同じ加工ができると思います この車両の一番の加工ポイントは車掌がホーム監視をしているというところです。裏から見るとこのようになっています。落とし窓部分のガラスをカットして車掌さんをねじ込みました。ちなみに車掌は先ほども紹介した加藤の人形を使っています。この人ですね。下半身をカットしないと乗らないのでカットします。 あとは他で紹介したのと同じ加工ですので他の部分は割愛します。続いては7両セットに入っている佐波381系です。中間車を代表してこの車両を使い紹介します。とは言っても基本的にやっている加工は今まで紹介したものと何ら変わりありません。デッキ部分を雑ですが色分けしてありますね。 それ以外は特に新しいところも見当たらないので次に行きます。最後はモーター車のモハ380系です。こちらは7両セットに入っているものです。パンタグラフの外資部分に白で色差しをしてあります。車内になります。モーターがある分客室部分が狭くなりますが、同じように座席と床の色分けを行っています。 乗客たちもいい感じにカットして椅子に座っているように見せています以上が私の行った加工になりますまだまだこれで完成というわけではなく汚物タンクや連結器周りウェザリングなどやりたい加工はまだまだたくさんあります3 8一系だけじゃなく他の形式にも活用できる部分もあると思いますので何らかの参考になればいいなと思いますそれではありがとうございましたお疲れ様ですまた次もお願いします thank <laughs> you